はい先日注文しました釣り竿が届きましたシマノのフリーゲーム S96M っていうあ、あのー、コンパクトになるですね振り出しの竿なんですけども、えー、そのシリーズの中でもですね何本かあるんですけど一番長いものですけど、まあ、でもかなり短いんですよね。 えー、メインターゲットシーバスタチウオ小型青物へとせって書いてありますけど私このシーバススズキをですねルアーで釣ってみたくて、まあ、十数年前、えー、にですね、えー、かじってみたもののそれっきりなんですけども、まあ、また十数年ぶりに再開というかまた再チャレンジしたいと思いましてこちらの竿を選びました。 昨年のやっぱり投げ竿があまりにもお、まあ、コンパクトにはなるんですけどそれでもちょっと、あのー、大きいと言いますかねちょっと気合が持ち出すのに気合がいる竿だったっていうこともあって、えーまあ、ちょっと言い訳なんですけどもね、まあ、あのこのちょっとコンパクトな竿で、えー、また再チャレンジしたいなというふうに思いました。 段ボールから今取り出したんですけども、えー、専用のですねケースが付いていたんですよね。これ、なんかカタログとかでも見落としていたんですけど、まあ、これちょっと嬉しいところかなと思いました。こんな感じで。説明書えあー、これくっついてるのか。 じゃあ、とりあえず出してみましょうかね。よいしょ。めちゃめちゃ軽くてコンパクトなんですよね。こんな感じです。フリーゲーム。わあ、思ったより細えぇ、ー、こんな細いのか <laughs>。まあ、価格はですね、まあ1万円ぐらいでしたね。えー、私には。 あのオーバースペックなものなんですけれどもえ先に届きましたディールですねこちらアルテグラでいろいろ商品レビュー見ていたらですねアルテグラの色とこのフリーゲームの色がですねベストマッチっていうことでえそのメーカーさんも意図しているのか否かちょっと分かりませんけれどもえまあ確かにあのー ほほぼほぼ同じに見えますね、まああのー、ちょっと質感というかあ肉眼ではですねまあ、ちょっと違うような感じにも見えるんですけどやっぱりこう画面越しだともうほぼほぼ一緒ですね。まああのディドロ効果といいますかねやっぱり揃えたくなる心理っていうのがちょっと働いてしまって、えー、少しオーバースペック少しどころじゃないですね。 オーバースペックの品物なんですけれども、ちょっと自分のあのー、体に鞭打つというかですね、えー、なんとか海に行く回数、釣りに行く回数ですね、増やしていきたいなというふうに思います。はい、えー、非常に満足度の高い、もうこれこの <laughs> あのー、購入してこう開封した時点でですね、もうなんか満足度 あのかなり最高潮ですので、まあ、これじゃいかんのですけどね、えー、しっかりあのーまあ、超過 <laughs> ですねあ、えー、げれるようにはい、えー、海に通いたいと思います。はい、ということで以上。